なるようになるよ、どんなことも平ちゃんら信じていこう、僕らの未来を。はい、1月19日日曜日、キャンピングカーショー2日目です。富士市の空、雲一つない綺麗な青空になりました。富士の国キャンピングカーショースタートです。はい、こちらはモッズファクトリーさんの中澤さんです。モッズファクトリーの中澤です。よろしくお願いします。今回富士の国キャンピングカーショー初参戦ということですよね。はい、はい、緊張してます、すごく今日これ撮影してるのは土曜日なんですけどね、あともう1日ありますけども。そうですね、はい、どうですか。あの明日、今日もフラフラなんですけども、明日もっとフラフラでしょうね。そうですね、多分明日の方が人が多く来るかと思いますからね。そういうふうに、はい、あのおっしゃってますからね、はい、緊張しますよね、はいはい、ぜひ明日も頑張ってやっていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。今日は YouTuber のみるみるランドさんがうちのブースに来てくださいました。みるみるランドです。ヒーローゆきです。アサイストレーナーです。ありがとうございます。みるみるランドさんの動画見させていただいております。はい、いつも今回は富士の国キャンピングカーショーに来ております。はい、静岡県にやってきます。今日お会いするの初めてですね。そうです。はい、こんなところでねお会いできると思いませんでした。ありがとうございますここは初めてでしたっけ。ここの会場は、ここの会場が初めてなんですね。富士の国キャンピングカーショーは2回目。あ、そうですか。去年の夏伺わせていただきました。はい、では今日はみるみるランドさんにミックスボックスいっぱい撮っていただきましたので、詳しい車の情報はみるみるランドさんの動画をぜひご覧ください。お願いします。遊びに来てください。はい、どうもありがとうございます。始まって1時間経ちましたね。1時間ですね、はい、結構にぎわってきましたね。にぎわってきましたね。御殿場市のお客様にも会えました。嬉しいですね。はい、はい、じゃあこの後も頑張っていきましょう。はい、
富士の国キャンピングカーショー無事イベント終了いたしました。はい、2日間ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ひろみさんどうでしたか。はい、今日もたくさんのお客様との出会いありがとうございます。たくさん会えて嬉しかったです。ありがとうございました。はい、さあ2日間お疲れ様でした。お疲れ様でございました。いかがでしたか。はい、今年もたくさんの方ミックスボックスを見ていただいて本当に嬉しかったです、うん、それから今年はねこちらの YouTube の方も動画上げてるんですけども、ミックスボックスの動画見てるよっていう方がたくさんいらしてくださって、うん、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。はい、ミックスボックスこれからもよろしくお願いいたします。あとアルファセンスコンプリートチャンネル YouTube やってますのでこちらの方もよろしくお願いします。ではありがとうございました。メイキング用追いかけましてみようかな。みちおさん追いかける、はい、奥さんとツーショット。ショートトラックは売り上げ良かったかね。何フードトラック、夫婦ショット仲良くおやつなり閉めちゃっていいですか。お疲れさんでしたね。お疲れさんでした。ありがとうございます。お疲れさんでした。いいんですか、本当に。仲良し。ラブラブ。食べかけ。あ、完璧。完璧。まあ、ジジイパパはこのぐらいにしましょうよ。アルファセンスコンプリート。